美味しそうな酢豚。あー、これはうまそうね。よし、美味しい美味しい酢豚をいただきます。ということで本日は酢豚をいっぱい食べた。お腹がいっぱいだ。そうそうそう、この前ダンゴムシを久しぶりに見つけてつい撮影してしまいました。いやー、子供の頃によりね、ダンゴムシな可愛かったけどな。やっぱり大人になってもダンゴムシなんていつ見ても可愛いんだよな。と言ってる間に完食。いやー、うまかった。帰ってきたらミントさんが家から出ずにご飯食べてた。横着するなーと思ったら撮影バレちゃってすぐに帰っちゃった。なんかごめんよミントさん。やっぱりデザートに食べるイチゴはね、格別に美味しいですね。ええ。